よよ。いや、声の朗らかさと表情が合ってねえな。険しいもんかお。で、ちょっと皆で印宝を置く予定のこの辺りも綺麗に整えておいたんですけど、次の目標はローラの門という場所に行って、こっちの塔に置くオーブを手に入れてくるってことだね。じゃあ早速行くけど、ローラの門はこの辺りにあるらしい。こないだと違ってだいぶ常識的な場所にあるね。地続きというだけでも常識的に見えるわ。じゃあ行こう。今ってリッコもアネッサもついてきてんだよな。うん。じゃあちょっと行く途中に寄りたいとこがあるな。あ、いたいた。そう、あのドラゴン、こないだ動画撮ってない時にこの辺うろついてて見つけたんだけど、そん時ちょうど指導が牢屋にぶち込まれたばっかりで仲間が誰もいなかったんだよね。ちょっと一人で戦うの骨が折れそうだから、ディックとアネッサに手伝ってもらおう。よっしゃ、手こずった。ダメージは受けなかったけど。おおお、ガイアの鎧。こないだはガイアの剣だったけど、あ、でもこれ炎とか氷を軽減する効果はないんだ、魔法の鎧と違って。守備力だけなら高いけどね、それちょっと悩むとこだな。そういう効果あるからね、魔法の鎧は。いや、でもこないだと違って、こないだ同じドラゴンと戦った時と違って指導がいなかった代わりに武器がガイアの剣になってたけど、ガイアの剣分を考えてもプラマイで言うとちょっとマイナスぐらいに感じたね。そんだけ指導いんのがでかかったわ。指導自体もそうだけど、必殺でだいぶダメージ稼げるからね。で、今ここがこの辺なんだけど、ここのもうちょっと北だ、山を越えていこう。よいしょ。ん？モンスターだ。ローラの門が沈んじゃったんだ。そういえばなんか海に囲まれてるみたいなこと言ってたっけ、ローラの門、ほほが。ローラの門が沈んじゃうなんて最近世界の様子がおかしいな。うわ、いい人間だった、助けてー。言っちゃった。あの魔物ローラの門がどうとかって言ってたね。水の中に逃げていったけど、何か知ってるかもしれない。追いかけるぞ。追いかけるっつっても水の中じゃんよ。ちょっと待って、これどうなってんの。うわ、もう普通に沈むしかない。いやいや、こんな雪国で水の中に飛び込むってどういうことか分かってんのこいつら。心臓止まりますよ。ほら、うひぃ、水の中まで執拗に追ってくるなんて僕に何か用なのかい。あ、そうか、君たちどうやって会話してんの水の中で。君たち水に沈んだローラの門の奥にある宝箱を探しに来たんだね。でもいいのかい、水の中で息ができない人間がこれ以上進むと死んじゃうよ。そいつは困ったね。まあ貝が吹き出す空気をうまく捕まえながら進めば奥まで行けるかもしれないけどね。人間、行けるもんなら行ってごらんよ。しびれクラゲのビリビリに気をつけて。マジ？このまま進めって。いや、俺は裸で身軽だからいいけど、鎧つけてるアネッサ結構きついでしょ。沈んじゃうよ。で、貝が吹き出す空気って何？このまま進んでいいのかな？これ大丈夫？あ、やった。世界中の肌。なるほどな。しびれクラゲに気をつけながら進んでく。あ、空気出してんな。はいはいはい、貝があの空気に触れば、あ、回復した、スタミナ。こうやってスタミナを大事にしながら進んでいいけど、ディックなんて鎖片びらだぜ。こんな一度沈んだら浮上不可能でしょ。敵出んの？
攻撃も遅くなるんだよな、水中。これきついな。ため攻撃でも食らわしちゃった方がマシか。回転切り、あー微妙なとこだな。倒した、静かに倒した。ちょっと待って、あの空気届いた。で、そこの宝箱が気になるね。これ割とあっさり手に入ったな。なんかここやたら生活感あるけど。魔力のオーブを手に入れた。どういう場所だったの。これが塔の完成に必要な魔力のオーブか。よし、ここは一度城に戻るとしよう。ちょっとドレッサーもらってこうかな。これドレッサー作れねえんだよ、ムーンブルクでは。今腰にタオル巻いてるけど、これ空っぽ島に戻った時に手に入れたもんな。あ、手に入れたっていうか変えてきたんだよね、見た目。あ、先に進んでみたけど行き止まりだったな。これって水中でもワープってできる？どうなんだろう。城に戻る。あ、飛べるんだ。割と自由利くな、水中。誰に頼まれてたんだっけ。ほっほほほ。おー、ローラのもんで魔力のオーブを手に入れたんじゃな。うっさ、よくやってくれた。わっはっはっは。おお。どっから来た。2つ目の設計図も建築はほとんど終わっておる。あとはそのオーブを置けば仕上がりそうだ。何、ローラの門や大灯台は一体どうしたのか。だと、どうしたのか。なんかそういえば王様前も言ってたよな、余計な詮索はされたくないみたいな、言えないこともあるって。王様、うっさいよ、そなたわしの言葉を覚えておるか。以前申したであろう、そなたたちはここで世界の秘密に、大いなる謎に触れるかもしれんと。大灯台もローラの門も本来はあのように壊れてはおらぬはず。え、そしてそもそもムーンブルクは一度ハーゴンに滅ぼされたが、すでに復活しておるはずなんだ。わしが言ってる、おることよくわからんであろう。すまぬが、わしにもわからぬ。何言ってんの、こいつ。ん？いや、さっぱりだよ、本当に。ただ、わしの中でビルダーの勘の音を聞いてから、この世界に対する多くの疑問が生まれておる。わしも少し調べてみよう。何かわかったら、またそなたに話そうぞ。本来は壊れておらぬはず。壊れてんだからしょうがねえじゃん。わ、リック来たな。来たな、てめえ。覚えとけよ。うっさ、二つ目の設計図が組み上がったみたいだ。知ってます。あとは砲台と実際にミナデインを撃つ訪問ができればミナデイン砲が完成するはずだ。そのためにもあの塔を完成させてしまおう。塔の台座に魔力のオーブを置いてくれ。よし、置きます。言われなくても。ドレッサー王様の部屋に置いてあげよう。好きに使ってね。で、魔力のオーブ、ここ違う、ここ。よかった、頬に持ってかれなくて。一マスずれたら持ってかれるからな。うっす、魔力のオーブを置いてくれたんだね。これで二つ目の設計図も完成だ。それにしてもミナデイン砲だなんて、さすが王様だ。伝説の勇者の血を引くだけあるよ。ミナデイン砲さえあれば、人間でも魔物でも誰にだってミナデインが撃てるってわけだ。魔物でも、なんか引っかかること言うな、こいつ。魔物が撃つ必要はないでしょ、ミナデイン。ところでさ、さっきは王様と何を話してたんだい。内緒の話みたいだったけど、お前には言わねえ。王様ってのは人に言えない秘密があるもんなんだろう。僕たちも分からない重圧があるんだろうね。だけど真実を隠すことが正しいことなのかな。僕にはよく分からない。なんということでしょう。みんな来た。皆さんとこんな塔を作れるなんて。あとは最後の塔たる砲台に送るために皆の力を集めればよいのじゃな。その通り。さあ、二つ目の塔に手をかざしてくれ。ここにも力を集める。
って二つのオーブで集めた力を打ち出すための砲台を次は作るわけだ。やったー、かっかっか、なかなか上出来じゃ。これでこの塔にも力が集まったの。あとは砲台とミナディーンを打ち出す訪問ができればアトラスを倒す究極兵器の完成ですね。究極兵器。さてフサイオ、まずは最後のトータル砲台の設計図を書いてくれ。この砲と砲の間だよね。ちょっと整えておいたけど雪だらけだったの。ん？そこ？ちょっとかぶってるよ既存の建物に。それみんなが勝手になんとかしてくれんのかな。あ、結構使うねブロック。結構使うね。結構使うな。まあでも使うもの自体は別に特殊ではないな。足りるかな城の壁。おう、不在を砲台の設計図を書いてくれたんじゃな。魔力を打ち出す訪問はこれから作る砲台のてっぺんに作るのだ。まずは砲台を完成させるがよい。その2つが完成すればあの巨大なアトラスもきっと倒せますね。ところでアネッサ、お、なんだなんだなんだ、切り出したぞ。なんか君はここまで来てもまだ教団には勝てないと思ってるのかい。必ず勝てるというそのおごりが負けを生むだろう。実際に勝利をつかむまで私は何も言うまい。アネッサ、そこか。アネッサ、君はかなんだおめえ、今はこみった話をしておる時ではない。急ぎミナレイン法を完成させねばならん。ついにこのムーンブルクの終わらない戦いの宿命を断つ時です。ミナデイン法を作り教団に勝利しましょう。いや、リックがどういうつもりなのかわかんねえな。勝利しちゃっていいのか。さあやるぞー、えいえいよーとか言ってるもんな。いや、ここまで来てリックじゃないことないよね。なんか俺騙されてないよね。うさあ、ミナデイン砲台を完成させるには勇気のオーブまだあるんかい。マジかよ。勇気のオーブというものがいるみたいだね。勇気のオーブは口にするのも恐ろしい地獄の中にある。おいそれとは取ってこれまい。知ってんの？ありかは知ってるんだ。では兵力を集中してその場所に乗り込む必要がありますね。王様、今こそ勇者の旗を普通に渡す時です。全軍で勇気のえ勇気のオーブを取りに行きましょう。なんかリック前そんなこと言ってたよね。兵士を連れて行けるように王様に頼んでみるみたいな、そういうことかな。ではウスターにこれを授けようぞ。好きに連れて行けるようになるのかな城の兵士を。勇者の旗、その勇者の旗があればムーンブルクの全兵士を、全兵士を、あー、全兵士率いてからドラゴンのとこ行きゃよかったじゃん。みんなでボコりたかったな。へえ、全兵士を率いることができる。そなたならばうまく扱えよう。まず勇者の旗は武器と同じく装備せねば使えぬから注意せよ。そして武器と同じように勇者の旗を振れば周りの兵士たちのやる気が上がり能力が増す。回転切りと同じように扱えばそなたの周りに兵士を集合させたり解散させることができるだってあろう。まあ説明を聞くより実際に使って覚えるがよい。勇者の旗を装備して振ってみてくれ。ほー、兵士を連れて行こう。四角ボタンを押し続けてパワーをためボタンを離すと、だ、回転切りと同じだね。回転切りと同じアクションをすると旗を振って大号令。兵士を集めたり解散させたりできる。装備品なんだこれ。うわー、でけえ武器なんだ。あ、ちょうど拠点を狙うモンスター現れましたよ。あ、まあでも拠点を狙うモンスターは勝手にみんな倒してくれるもんな、俺がなんかしなくても。集合！おお、みんなあっという間に集まってきた。やっちまいなー。お、俺が振るとなんかパワー上がってるようなエフェクト出るね。頑張れミトさん。ミトさん一生懸命石投げてる。あっさり倒したぜ、いつも通り。なるほど、これはつまり拠点の外でも、外に出ても集められるってこと？
違う。おで、これでみんな、お、すげえ、みんな連れて歩ける。あ、本当にドラゴンこの状態で倒したかったわ。惜しいことしたな、倒さなきゃよかった。話しとこう。すごいぞ、さ、勇者の旗をうまく使いこなせたんだね。ん？お、王様王様こんなとこまで来ちゃった中入ってて、王様は本来は時が来ればアネッサに任せるつもりであったが、やはりそなたがふさわしいようだ。これで全軍を率いていけば、王様の言う口にするのも恐ろしい地獄にもきっといけるだろう。大丈夫？逆に下手したら全滅の可能性あるけど、それ。やっほー！大丈夫リック結構鬱陶しいな、声やっほー思ったよりパリピだな。大丈夫、もちろん僕も行くよ。ウサがみんなを率いてくれれば怖いもんなしさ。お前が一番怖いんだけどな。え、シドウと一緒に行きたい。早く牢屋から出してくれだって。いや、これブレないね、ビルダーも。これ大事だよ、本当に。シドウが来ると逆にみんなが混乱してしまう。俺とシドウだけでいいから。じゃあもう逆にシドウのことは全て済んだら考えよう。ではウシさ、勇気のオーブを取りに行く依頼は改めてわしからするとしよう。うん、すっげえゾロゾロ来てくれる。しかもぜ、うん、王様ごめんね、王様作業中だったんだねブロック持って作業中にわざわざ来てくれたのか。兵士は戻っていった。あ、なるほど、拠点に帰ると自動的に解散になるんだ。おお、作ってくれてるね、王様王様駆け回ってるな、ありがてえ。いよいよ最後の素材集めだ。そなたには勇気のオーブを取ってきてほしい。で、どこなのよ。口に出すのも恐ろしい場所。勇気のオーブがある、口に出すのも恐ろしい、この世の地獄、うん、それは、おわ、ロンダルキアと呼ばれる場所だ。ロンダルキア、ドラゴンクエスト2の一番最後のハーゴン城がある場所のエリアで、エリアの名前でロンダルキアってのが、ドラクエシリーズで最も難しい場所とも言われるね。全滅率の高いロンダルキアは、全ての悲しみが集う、見渡す限りに絶望が広がる地。ウシさ、そなたにばかり頼ってすまぬが、全軍を引き最後の素材を取ってきてくれ。しかし全軍で行けば城の守りが薄くなってしまうでしょう。お、そうだよね、それも考えもんですが、さすがだぜアネッサ。アネッサ、君はやっぱり勝つ気がないのか。ここは全ての力をかけるところだろう。いや、こいつくせえよ。守り手薄になったところをつくつもりじゃないよ。情報流してか、今回ばかりはわしも行こう。ロコスに鞭を打ち据えてな。いや、ジロームがいれば100人で行くよ。俺らとジロームだけでいいって。ではウシさ、勇者の旗で全軍を率いロンダルキアへ行くのだ。そして勇気のオーブを取ってきてくれ。え、マジ？てか、ロンダルキアってこんなすぐ近くにあんの？ムーンブルクの。あ、まあ確かにドラクエ2的にもそうか、近いのか、地理的には。で、こっちの方だな、あの十魔兵団の船があった東の方、こっちはまだ行ってなかったもんね。ワープで飛べる場所もないから、こっから歩いていくしかないな。もうちょっとで夜だから寝ていこうか。そうだな、確かにドラクエ2の地図的に言うと、ムーンブルクのすぐ南の方の山を挟んだ向こう側にロンダルキアがあるんだよね。まだ休むだから寝れないな。で、ブリザードっていう、ザラキっていう即死呪文をかけてくる敵がよく出るんだけど、ロンダルキアで、ドラクエ2だとね。あ、寝るになった、寝れる、おやすみ。それで簡単に即死するっていうのがあってめちゃくちゃ難関エリアだったんですよ。ラストダンジョン直前だから、それ抜きにしても普通に敵強いしね。よし、じゃあ行こう。あ、いや、ガイアの剣一応アイテム欄に置いといた方がいいのか、すぐ持ち帰られるように。
じゃあ拠点の外に出て、いいのかな、みんな呼んじゃって。あ、でもジローマはナチュラルについてくるんだ。よろしく頼むよ。うさよ、勇者の旗は装備しないと使えないぞ。使うときは忘れずに装備じゃぞ。優しい。丁寧に教えてくれる使い方。じゃあ呼ぶか、言われるがまま。全員集合。もうこんなカラス物の数じゃないでしょ、みんながいれば。全員ガイアの剣だからね、リック以外。リックだけは炎の剣だけど信用してないから。あ、でもよく見たらあれだね、赤い服着たやつはいないんだね。緑の服と青い服の兵士だけだ。なんかこの騎士みたいな感じだったもんな、赤い服の兵士たちは。ゼセルもそうだけど、王様を守るための兵士だから彼らだけは守りについてるんだ。なるほどね。で、この辺が初めてのエリア。洞窟あるね。プルプル、どうした。いや、人間さん、まさかこの先に進むつもりなの。この洞窟の奥はロンダルキアっていう場所さ。この世の地獄って呼ばれてるところだよ。僕も行ったことはないけど、恐ろしい光景が広がってるんだろうね。どうしても行くつもりなら止めないよ。苦しまずにさよならできるように僕がお祈りしててあげるね。無事を祈れ。せめて苦しまずにとかじゃねえんだよ。ロンダルキアに向かう洞窟か。うわ、なんだこれ。上から見るとスライムの顔になってる場所がある。ビルダーパズルかなこれ。ロンダルキア、ロンダルキアって言ったらハーゴン城があった場所なんだけど。本当に、ふむ、これがロンダルキアへと続く洞窟か。強そうな敵の気配ばかりだ。どうやらこの先はかなり危険みたいだ。うっさ、勇者の旗はちゃんと装備しておるか。くれぐれも油断するでないぞ。勇者の旗を装備して四角を押すと周りの兵士たちを応援できる。3段階までパワーアップする。じゃあ勇者の旗装備してる時にやることはひたすらみんなを応援することなんだね。お、メタルハンター。確かに強そうな敵いるな。よし、みんなやれ。おるか。ひたすらパワーアップさせるみんなを。こんだけやりゃ十分かな。うわ、でもなんかみんなの攻撃が強く感じるな。確かに。うわ、すっげえ、あっという間だった。なるほどな、ハーゴン城あんのかな。ハーゴン城があった場所なんで。うお、ドラゴンだ。さっき戦ったでかいドラゴンじゃないけど。いや、でもこれ本当にね、みんなが強いわ。パワーアップさせたら。倒した。なんかジロームだけ今ダメージ受けてたな、結構。割とみんな無事だったのにジロームだけ体力赤かったよ。ものすごい敵じゃったの。ロンダルキアに入る前だというのに死ぬかと思ったね。わい、ジロームだけはね。どうしたんだよ、さ、ぼーっとして。お、どうした。指導のことが気になるって。安心しない、おとなしくしてるさ。牢の中でね。いちいちちょっとトゲあんだよな、こいつ。許してねえからな、お前、本当に。破壊の神。俺が離れてる間に目覚めてしまう。また貴様か、しつこいやつだ。このような牢に押し込めるとは、ビルダーも友たるあなたにひどい仕打ちよ。俺命令されただけだし。てか、牢屋作った時点では知らなかったから。違う、あいつは破壊神指導よ。あなたは気がついているのではないですか。なんだ、物を作るビルダーと破壊神たる自分が相入れぬ存在であることを。いい加減にしろ、何度言ったらわかる。俺は破壊神なんかじゃない。では、なぜあなただけ物を作れないのです。なぜ真実を映すという鏡に姿が映らないのです。物作れないっていうのは何回もあったもんな。指導が何回もチャレンジしては、自分を抑える必要はない。悩むこともないのです。こいつのテキストをボタンで送れないんだよな。すべてを破壊しなさい。そうすれば気分も晴れ、本当のあなたになれる。あ、牢屋破壊しそう。
神たるあなたにはそれが許されましょう。破壊神か。うるさい、黙れ。俺の中から消えやがるか。おい、さ、大丈夫かもしれ、あ、よかった。今ここで目覚めるのかと思ったわ、破壊神。拠点を離れてる間に、うん、いやでもどうだ、今の描写だとまだ安心できないよな。ぼさっとするな。どうやらこの先がロンダルキアらしい。先に進むぞ。ほら、ジロームだけすげえダメージ受けてる。みんな緑なのに。回復してやってよ、回復兵。まだこっちかな、この先か。ロンダルキアに行くための洞窟っていうのもドラクエ2にあったけど、そこがまたすげえいやらしいダンジョンだったんだよな。同じ場所をぐるぐる回らされる感じの。ここは一本道なのかな。そんなに迷うことはなさそうだな。だいぶ進んできたな。で、なんかここ氷で塞がれてるけど、このブロック氷だよな。むむ、なんじゃこれが、行き止まりではないか。この壁氷でできてるみたいだ。薄さなら壊せるんじゃないか。やってみるか。行くぜー。そりゃー、お、出たぞ外に。ちょっと氷ブロックはいただいていきますよ。で、え、なんかもう、え、何も見えないよ。あ、霧が晴れ、え、これ幻なんじゃないかな。幻くせえな。多分この実況で何回も言ってるけど、ハーゴンってのは幻を使うんですよ。ここがロンダルキアか。思ってた光景とまるで違うが、幻でも見ておるのか。いや幻でしょう、まさに。こんな楽園なわけないもの。この先に魔物の気配がある。とにかく進んでみるぞ。アネッサも気配に敏感だな。指導ほどじゃないけど、強いやつって気配に敏感なんだな。一見穏やかな場所だが、奥から魔物の気配がする。ロンダルキアとはもっと恐ろしい場所だと思っておったが、幻でも見ておる気分じゃわい。幻なんですよ絶対。え、これまっすぐ向こう行っていいの。いや、どうなんだろうな。そうだと思うんだけどな。え、でもなんかお墓みたいなのあんぞ。ここなんだ。お、大木槌。あ、これなんか教会なのか。彼に話を聞いてみよう。あれ、君は人間かい。ここの人間、他にも人間いんの。ここの人間とは少し違うみたいだけど。ここは綺麗だよね、すっごく美しいよね。やっぱり幻はこうでなくちゃ。幻って言っちゃった、もう。幻、一体どういうことだ。この世界はただの幻。恵みを生む大きな木も金ピカの建物も全部幻なんだ。でも知ってる？この世界はもうすぐ壊れちゃうんだって。幻はいつか消える運命なんだ。君は一体何を言ってる？ここはね、ハーゴン様がロトの三勇者を招き入れるために作った場所なんだ。うん。ハーゴンが？それは一体どういう？もしも探し物があるなら、この奥にあるお城に行ってごらん。見えない。見えないよ。そこは幻を見続ける人たちの天国さ。言っておることがさっぱりじゃが、どういうことなんじゃ。どうやら向こうにも魔物の気配があるようだ。敏感だな、気配に。よくわかるな。行ってみよう、牛さん。スカウター内蔵してんのか。ここはロンダルキア。幻ってことはここで物壊しても手に入るじゃん。手に入らないのかなって思ったけど、幻なら手に入りますね。で、向こうに気配があるって。あ、導きの玉あった。よかった、見逃すとこだった。
幻の世界だけど、いつでもルーラーで飛んでこれんの？あ、ここにビルダーパズルあったんだ。あ、やっぱあれか、あの上空から見たスライムの顔のやつ、あれビルダーパズルだったんだな、多分。あとで言っとこう。じゃあこっち行ってみよう。